スワトウ街馬路の尊神全道と尊神学校全道とは秋代末期に河南省で誕生した事前のための結社。合心の親睦会が元となり、新代に中国全土に普及した。組織を前ね、その運営する実態を全道と呼び分けることもある。中国における全道組織は中華人民共和国の成立とともに衰退したが、 長州系移民の多いタイやシンガポールでは20世紀中頃から多くの組織が生まれ発展した。特に政府や自治体による救急組織が2008年まで存在しなかったタイでは21世紀の現在でも民間救急の担い手として存在を示している。仏教組織としての全道は大峰祖師への信仰が元になっている。大峰祖師は北総の僧侶。 1039年、中国石膏省雲州市の生まれ、聖は林。裕福な家庭に生まれ、教育と仏教の修養を受けた。家去に通り、紳士となり、軍長を務める。しかし、54歳の時に、政治の腐敗に失望し、僧侶になり、仏法の普及に努めた。81歳の時に、安虐していた折に、 関東省徴用県は平座とで雨暗挙に入り滞在することになった。当時、その地域は暴風雨、河川氾濫、薬病、火災、干ばつなど様々な災害に苦しんでおり、雪倒れた死体が数多く散乱していた。大峰祖師は死体を集めて、ダビンに不死、診療所を開設、困窮する民衆に食料を配った。また、民衆や弟子を悟し、 家族を失った人、困窮する人々に徳を積み、慈愛を持った行いをするように進めた。1127年に88歳で没したが、死後その徳を称えて、法徳道が建立された。信代に仏寺として法徳道が再建される頃には、大峰祖師自身の深刻化が進み、民衆の信仰対象となっていった。信代末期の社会混乱期に、 上記の大峰組織振興と結びついて徴収及び津波等で発展したものが長州全道である。1899年に設立された曾心全道は中華民国時代に大きく発展し、最盛期にはスタッフ100名、会員2000名以上を数え、災害救助、炊き出し、貧困者救済をはじめ、消防組織や病院、学校運営にまで至った徴収全道の最大の 組織であったが、中華人民共和国の成立とともに1951年に閉鎖された。1990年代に、タイの全道組織の支援で復興が試みられたが、うまくいかず、2003年に、地元有志の力で再度復興している。イベント会場で待機する、合わせもグサ同性全道のレスキュー車両タイでの、全道の活動内容は、基本的に、損身全道と、 共通する。バンコクでは、ヤワラートの法徳道、全国規模の組織としては、大国吉シノリ道、カキ法徳全道、サヤームルアムジャイ、南部では連合組織、ヤスナミ14フ連合救再機構の中核として、ショートハジャイで活動する、合わせモグサ同性全道などがある。1916年に塩安県出身の家人が、設立した、修徳全、道守る新社や、 第二次大戦中に、習得全道など5つの全道により結成され、2005年現在は、シンガポール20の全道とマレーシア20の分道を、持つ、進化派中華全道愛19歳総会がある。玉木光子、大荷人の民間宗教系事前団体の、社会活動とネットワーク宗教の社会、貢献活動研究プロジェクト第6回研究会2007年。ありがとうございます。